はい、皆さん、こんにちは。岐阜のこみちんです。今日はですね、サムネとタイトルにもね、ある通りついに来ました、こみちん2日店長というわけで、2日間営業することが決まりました。いやー、やっとね、ちょっと日付をですね、お伝えすることがね、できますので、ちょっとね、耳の穴をかっぽじって、しっかり聞いてほしいんですけども、日付がですね、5月11日、12日、この2日間になります。土曜日、日曜日ですね。開催場所がですね、大垣駅の南側にあります、まあ、とある事務所の1階のレンタルスペースという感じなんですけど、今ね、ずっとこう DIY してた場所っていうのが、2階になりまして、1階のフロアはですね、レンタルキッチンにこうなるような、作りになってますんで、そこをお借りして2日間営業しようかと思ってるんですけども、この2日間がですね、この地域特別な行事というか特別なイベントと重なっていまして、岐阜県で一番大きいお祭りがあるんですよ。それが大垣祭りと言います。めちゃくちゃ人来ます。めちゃくちゃ人来ます。で、ずっとコロナ禍でね、やってない時期もありましたし、やってても去年まではその規模をね、こう縮小してやってたらしいんですよ。で、なんと今回5年ぶりにですね、もう一般に向けてもうパーンと盛大にやりましょうみたいな形で、しっかりね、5年ぶりの大規模な開催となるということらしくてですね、これがですね、昔からね、めちゃくちゃ盛り上がるんですよ、2日間で。特にすごいのが夜なんですけど、もうね、ほんとね、歩けないぐらいすごい人混み。またちょっとね、あとでちょっと外撮るんだけど、外ね、車が何車線かね、こうあるんですけど、そこも全部すべて、歩行者天国にね、なっておりまして、ちょうどこの建物のある目の前もずっと歩行者天国エリアなので、車のね、出入りの心配がないという場所で、まあお祭りといえば屋台じゃないですか。そう、屋台も岐阜最大級ですよ。どうですか、お祭りっていうと屋台どれぐらい出ますか。例年で言うと大垣祭りの屋台は約600点らしいですね。600点あったらもう全部回るだけでもうね、ほんとくったくたになるよね、ぐらいほんとね、屋台がひしめき合うし、もちろんもともと営業されてる店舗さんはね、そのまま営業されると思うんで、それも相まってかなり混み合うと思います。はい、ね、ちょっと話の途中でしたけども、ちょっとね、自宅に戻ってきました。現場にね、撮影に行ったのはいいんですけど、カメラのバッテリーが少なくて、かつ替えも持って行ってなかったので、一旦また自宅に戻ってきました。で、そのついでにですね、鶴岡屋本店行きまして買ってきましたよ、お持ち帰りのカツ丼。おー、うまそう。はい、上カツ丼ですね。めっちゃいい匂い。どうですか、以前のその鶴岡屋さんの動画見てね、食べに行ったよっていう方もいると思うんですけど、どうでした、うまかったでしょ。トロトロの卵ね、半熟卵、これをこのソースカツとガブリといただくと、うん、うまい。ちょっと一旦カツ丼に集中します。美味しかったー。しっかりボリュームあったね。ご飯も結構入れてくれた。うわ、美味しゅうございました。っていう鶴岡屋さんもですね、何を隠そう、まあ、大垣にあるお店で、まあ、その大垣祭りね、当日営業されるかどうかまではね、ちょっと僕分かんないんですけど、もしね、営業中っていうことなら行って、その現地でね、本物を食べてもらうとね、いいと思います。ただその日はね、僕のお店もありますんで、そちらのね、お話もちょっとしていこうかと思います。で、今回ですね、いわゆるイベントではありません。オフ会とかファンミーティングとかっていうくくりではなくですね、フラット入った飲食店の店長をコミチンがやってるぐらいの感じですね。そのがっつり椅子に座ってみんなとわーってこう触れ合う、そういう感じではないと
というのだけ、先にねご了承くださいと。だから、予約制でもないし、本当ね、なんかイメージとしては本当屋台感覚で来てもらうようなそんな感じですかね。もちろん混んでなくて、他にね、他にお客さんがいなくて、ものすごく僕に余裕があればですね、ちゃんと対応の方はさせていただきますけども、なんかいつもイベントであるようなね、そのビンゴ大会があるとか、クイズ大会があるとか、写真撮影会があるとかいう、そういうものではなくてですね、本当にその2日間飲食店をやるという、でしかもやるスタイルとしては屋台っぽい感じで、メインはですね、ホルモンこみちゃんを出したいんですけども、これもね、今ちょっとガンちゃんとどういう風に提供するかをね、ちょっと一緒にこう探ってるところで、まあ、ほんとね、屋台がいっぱいあるそういうお祭りの中で出すので、そのご飯をつけてお腹いっぱいにするのもどうなんだろうとか、でもちょっとは炭水化物ね、うどんぐらいちょこっとだけ欲しいかなっていうのもあるし、まあ、どの辺がねちょうどいい落としどころかなっていうのをね今探っているところでございます。あとはメグタンさんがね、その飲食の許可ですよね、その保健所だったり食品衛生のねヤーツだったりを今順番にねやっておりますんで、まあ、食べ物の提供プラス飲み物ね、やっぱお酒飲みたいっていう方はやっぱ結構いると思うので、まあ、お酒をね出せたらなっていうのは少しありますね。で、どうやって来たらいいんだろうっていうね、その大垣祭りですね、どうやって行ったらいいのということなんですけども、当日車を止めるのがねすごく難しいです。本当は何万人っていう人が来るので、どうなんだろう、5年ぶりのちゃんとした開催だからもう10万人とかも普通に超えるのかもしれないんだけど、っていう規模のお祭りなので、近隣の駐車場はねほぼほぼ全滅だと思ってください。かなり遠くから歩くことになると思うので、おすすめはですね、公共交通機関を使って大垣駅に来るのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。地元の人以外はね、もうそれが一番いいんじゃないかなと思いますよ。で、大垣駅っていう駅はですね、すごくアクセスのいい駅で、西の大阪方面から来る方は米原、ね、新幹線でバーっと来て米原駅ですね、米原駅で乗り換えて米原駅から30分ぐらいでですね大垣駅着きます。で、東から来る方ですね、東から来る方は途中名古屋で乗り換えまして、名古屋から大垣駅、これもね30分ぐらいで着くことができるので、どちらから来てもその新幹線で乗り換えた後30分っていう感じなので、すごくねアクセスがいいです。で、大垣駅に降り立ったらですね、南口に出てください。まあでもおそらく当日はねもうそういう人の流れがねできてるんで、人の多い方についてったら多分それが南口ですで、南口出たらもう何の説明もいらないぐらいお祭りが多分もう始まってるので、どこかかしこにねこういっぱいこう屋台がね出てて、文字通りお祭り騒ぎのね一日になってると思います。で、僕が当日営業する場所がですね、南口から出て徒歩7分まっすぐね南にこう歩くだけなんですけども、すごいね人混みの中行くと思うので気をつけてお越しくださいという感じですね。で、雨でも決行します。お祭り自体も雨天決行なので、雨でもみんな傘差しながらね、ほんとまあ、マジで1万人ぐらい歩いてますからね、その辺。そうね。まあ、累計で10万人ぐらい来るお祭りなのでね、雨が降ったくらいじゃ、中止にならないんですよ。っていうのも、その、大垣駅の南側ってアーケードっぽく、なんか商店街っぽい感じなんですよ。で、屋根あるんですよ、屋根が。なので、道の真ん中さえ歩かなければ、端でね、しっかり屋根もありますんで、もし当日雨が降ってしまっても安心という感じですね。まあ雨降んなかったらもう堂々ともう道路をね、練り歩ける、そういう日ですのでね。気持ちいいですよ、もう4車線5車線あるようなところをね、普通に歩けますから。中央分離帯もあったりするけど、関係なくもう歩行者の天国になっておりますので。っていう感じですね。ちょっとこの動画だけでね、すべての情報を言うのがですね、難しいんですけども、まだね、ちょっと、ほんと決まったのが日付だけまずね、決まったので、そこだけしっかりお伝えしたいのと、ただね、その営業時間もですね、まだ検討中というのもありますので、まあお昼からやるのか、
夕方からやるのか、夜はじゃあ何時に閉めるのかとかもね、ちょっと確保できるスタッフの数にもねよりますし、その辺はちょっとおいおいまた追って情報をね、出していきたいと思いますので、とりあえず11、12遊びに来れるようにしといてねという感じですね。で、まあ連泊する方なんかね、ホテルのね予約も必要でしょうし、取り急ぎやるというのだけは決まりましたんで、日付の方をお伝えさせていただきました。で、当日はですね、ここに出しておきますわ、ホルモンコミちゃんのねイラストをプリントした T シャツで一応スタッフは全員揃えようっていう風に言ってて、それがねもし間に合えば当日ねホルモンコミちゃんの T シャツ着て食べに来てくれると嬉しいなっていうのでね、そっちの T シャツのちょっと準備もしてるので、まあどちらも乞うご期待という感じですね。はい、ほんで肝心のホルモンコミちゃんの発売日はいつやねんというツッコミがねありそうですけども、まだねちょっと本当4月のどこかっていう回答になっちゃうんですけど、今のところねまだちょっと4月中のどこかでの発表になると思いますんで、まあ、発売する1週間前とかにはねもちろんこの日の何時から受付っていう風でね、言いたいと思うんですけども、先にね大垣祭りの日程と合わせて2日間営業することが決まりましたのでね、取り急ぎその決まったものから順番にあの動画内でねお伝えしていくスタイルでいこうかなと思いますね。5月11、12っていうともうゴールデンウィークもね、しっかり終わった後ですのでね、まあ元々の予定と被りにくいとは思いますので、どうぞよろしくお願いします。あとはねホルモンコミちゃんと一緒にレモンカレーも当日出そうかなっていうのもね少し悩んでますので、そのあたりもコメントの方いただけると参考にさせていただきますので、レモンカレー食べてみたいっていう方はですねぜひコメント残していってくださいという感じですね。当日皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。